こんにちは。楽徳インストラクターの矢野平です。今日はですね、妻を笑顔にすることの11回目でーす。11回目。まあ、前回は禁句の1位でしたね。2つ目があります。最初のが、第3位かな。今度第2位です。言葉だけ言います、先に。これだけ夕飯で、あなたが帰ってきて、その夕飯を見て、一言。これだけもう明日からご飯はないでしょう。危険です。少ないと思った時はですね、出されたものを食べた上で、ああ君の料理が一番だね、でも少し少なかったかな、もう一品欲しかったな、君のお料理は美味しいからなと言ってあげましょう。多分翌日の夕飯はかなり豪華になると思います。これだけって言ってしまったらもう、ダメです。あとこれだけという前に LINE でこれが食べたいというラインをリクエストしときましょう。今日これがいいなとかお昼に売っとけばいいんですよ。そんなとか言いながら多分作っときますから。あと、物が欲しいときどうします？例えばバイクが欲しい。高いです。そうそう買ってくれないですよ。でも欲しい。どうします？あのバイクが欲しいんだ、お金出して。絶対買わないでしょ。じゃあハンドバッグ買ってよとか多分言われると。なので、まあ妻をバイク奥さんをバイク屋さんの前にこうしれっと連れて行きます。で奥様にこう言ったらどうでしょうか。あのバイクかっこいいよね。あのバイクあったらさ、君を後ろに乗せて一緒にツーリング行けるね。乗ってみる？相手の気持ちが少し揺らぐかもしれないです。お金ちょうだいよりかは多分結構揺らぐと思います。そんなに欲しいの？とか、乗せてくれるの？とか、言ってくれるかもしれないです。お金欲しいのよりかは可能性は上がります。相手にですね、楽しい未来を見せてあげる、物語を聞かせる、欲しいですと直球で言っても聞いてくれないです。相手のことを考えて、相手の利益になること、自分の利益にもなる、相手の利益にもなる、そういったことを考えて、言葉をかけてあげると自分の望みが叶うかもしれない。あと、そういえばバイクを買ってくれるかもしれません。私は私の必殺技です。ショーウィンドウの前でずーっと見てます。そして、1週間後またずーっと見てます。そこに行った時ずーっと見てます。何も言わないです。ただ見てるだけです。ただ妻を欲しいのかなと思ってくれるみたいです。で、まあちょっと時間かかりますけど、誕生日の時とかにあれ欲しいのという向こうからリクエストが来たりします。そこまで頑張りましょう。はい、今日は以上です。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上です。